ガチオチャンネルへようこそ。本日は、またブラックライブズマターの問題についてちょっと言いたいことがあります。前の補足なんですよね。何が言いたいかっていうと、このブラックライブズマターを今すごく推してる層おられるじゃないですか。リベラルの皆さんなんですよ。リベラルの皆さんなんですけど、じゃああなた方は略奪を応援するんですか？この問題に乗じて物盗んだり物壊したり放火したり人殺したりしてる人がいるんですよ。そういったことに対してあなた方はこれを支持するんですかってことなんですよ。これをいつまでも支持されるんだったら、はっきり言うけど、あなた方犯罪教祖なんですよ。犯罪教祖だ。まあ、どっちでもいいや。まあ、とりあえず、あなた方はもう犯罪を教唆してるんですよ。やれやれって言って、煽って。で、自分は何にもしないで、もう安全圏にボーンと座ってるだけで、人の手を汚させて。あなた方みたいな人をね、なんて言うかわかりますか？卑怯者なんですよ。セレブの皆さんも評論家の皆さんもね、ほんと日本とかアメリカと安全なところで座って、もう本当に自分はもうパソコンの上でノーノーと言いながら、もう書き込んで、安全圏で居座って、ぐだぐだ言ってるだけで、ね、ほんと、お前ら何がしたいのと。お前らみたいなのね、なんというのかというと、もう卑怯者。自分は安全圏でおって何もせんと人にやらせてな、ほんま反省せえよ。俺はめっちゃ怒ってんねん、お前らみたいな、ほんま卑怯者に。そういうことをな、煽るなよ。んでな、これね、多分な、アメリカのせいじゃない、だけの問題じゃないのよ、アメリカだけの問題じゃ。日本にも飛びします。これはね、多分ね、日本でもね、嫌気言うとくるやつがね、今後めちゃくちゃ増えてくると思います。デモしろとか、もう、アルマル人の命が大事だみたいな感じのことを言うて、ほんで国を乱して、で、喜んで。最低な連中。お前らな、お前らな、じゃあな、ここに住んでるな、ヒトラーのためになってみろよって言うたらな、何にもできないと思う。あいつらはね、ほんと世界中駆け回って、危ないところはすぐ逃げて、ほんで金がおるところで金稼いで、な、お前らみたいなのをな、卑怯者と言うんやで、はい。お前、誰のこと言うとるかわかるか？誰のこと言うとるかわかるか？お前らやで。お前らや。一人一人や。リベラルさんよ。なあ、安全圏で居座って、ブラックライブズマター、黒人が大事だ、アメリカの警察は何をやってんだ、トランプは何をやってんだ、お前だよ、安全圏で居座ってノーノーとしやがって、お前らみたいなのはな、卑怯者と言うんや。以上。